はい、どうも、うずです。今回は音の話、オーディオ関係の話なんですけれども、私自身は外で使うオーディオプレイヤーとしては主に2つ。もう1つはね、やっぱり iPhone です。iPhone が一番ポケットに入れてるし、常に入れてるし、まあ必要なものも一通り入ってますので使いやすい。だから iPhone をよく使います。ただそれ以外にやっぱり音が良かったりバッテリーの面で iPhone だけだと不安っていう場合に音響の DPX1 ずっと愛用してますけれども、これもよく使ってます。まあ、ところがこの DPX1 はいくつかね、音はすごく好みなんですけど気になるポイントがありまして、一つはバッテリー。まあ、中に Android OS が入っていて Wi-Fi も使えるからモバイルルーターなんかとセットで使ってるとストリーミングでの曲再生もできるし、まあ情報も拾えるしって結構万能なんですが、その分 Wi-Fi、Bluetooth を常にオンにしとくとバッテリーの減りが結構早い。気づくとなくなってるんですよ。なのでちょっとバッテリー持ちが若干弱いところ、弱くなったのかな、もう 2,3 年使ってるからね。それとちょこちょこね Twitter で愚痴ってしまってるんですけど、 Bluetooth が弱いんですよ。弱い。よく電車に乗っていて、お尻ポケットにこれ入れてるんですよ。こういう風にね、入れてて。で、ソニーのイヤホンなんかで聞いてると、結構音が途切れます。ブツブツ。なので、こいつはちょっと悩みどころがあるんですよ。で、なんかいいものないかしらーってちょっと探してたら、まあ探してたらってわけじゃないんか。たまたまネットニュースで見たんか。ソニーが新しいウォークマンを出すっていうニュースがありました。つい最近ですよね。これ撮影してるのが9月6日なので、昨日だっけ？まあ多分、確かね、9月5日だな。昨日だね。NWZX500 という方が発表されました。ソニーは前からウォークマンシリーズということで人気シリーズいくつもあるんですけれども、その中のミドルクラスって言い方でいいのかな、 ZX300 って今現行商品があるんですけど、それの後継機にあたるわけですね、ナンバリングからして。ただそのミドルクラスといっても価格の方がね、今欧州での発表になるということなので830ユーロと言われています。日本円でさっき換算したら9万8000円ってなってました。まあ、だからね、こういったデジタルオーディオプレイヤーをあまり使わない方にとっては、めちゃくちゃ高えじゃんって思うかもしれないんですけど、デジタルオーディオプレイヤーの価格帯全体の中で言うと、まあ、中級からちょっと下かなぐらいの、中級かな、ミドルクラスって価格なんですね。そのいいポジションに入ってくるのが今回の発表された ZX500。で、さっきちょっと調べてここ打ち込んどいたんですけど、まず Android ベースの OS 搭載で音楽ストリーミングアプリも利用できる。なそのあたりはここにある DPX1 と同じなんですが、そういったことができるのと、あとは一緒ですね。PC を使わずにモーラやいい音響などから直接曲を購入しダウンロードすることができる。これ自体もすごい便利で、私も出かけ、まあ、そんな曲買うわけじゃないんですけど、出かけ先、宿泊先でどうしてもなんか聞きたい曲とかね、なんかないかなって探っていいのあったらその場でダウンロードできるんですよ。で、その場で聴ける。だからこのあたりはね、 Android OS すごい強みだと思うんですよね。で、音に関しては、あ、これいいですね。 DSD11.2MHz までネイティブ再生可能ということなので、音にこだわる方は非常にこの辺気にしてますから、これはいいんじゃないでしょうか。で、それに加えてソニーのお得意ですね、高音化技術 S-Master HX とか DSEE HX、 音をね、ちょっとアップスケーリングして良くしてくれるものとか、デジタルアンプでいいものを搭載してますので、ハイレゾ音源とかもちろん差はあると思うんですけど、そうじゃない MP3 形式の音だったり、容量をね、その圧迫しない音データでもいい音で聞かせてくれる技術をしっかり採用してます。これちょっとソニーのウォークマンはね、ほとんど一貫してこれ入ってるんですけど。全部じゃないっけ。で、内蔵ストレージが 64GB、マイクロ SD カード対応ということで、ストレージの方も問題ないですね。ソニーのウォークマンでね、一昔前はマイクロ SD させなかったんですよ。だからそれすごい不便で、私その頃にソニーの Z シリーズ、初の Android デジタルオーディオプレイヤー使ってたんですけど、SD カードがさせないんで、ちょっと売っちゃったんですよね。もうちょっと容量的に使えないなと思って。仕様と音は気に入ってました。で、嬉しいのが、これ毎回言ってるな。USB-C 端子に対応してくれてます。今までのウォークマンって、ウォークマン専用のポートだったんですよ。もうウォークマンでしか使えないやつ。だったんですが、それがついに、廃止というかなくすのかな。今回の商品からは外して、USB-C ポートになりました。これは助かる。で、あと、これ細かいとこだな。通常の Android 端末って、こう、音の調整ありますよね、音の調整。
こういった音の調整はアプリの音の調整とか、あとは着信音とかの調整音、あの別々なんですよね。別々に用意されてるんですけど、この ZX500 に関してはそれはマスターボリュームっていうもので一括で操作できるようになってるみたいです。だからこのあたりがね、音楽プレイヤーだと嬉しいよね。あの曲聴いてて Wi-Fi 繋がってて、あのアラーム音とかね、着信とかメールとかあると、ちょっとそれがうざったく感じる時があるんで、音がやけにでかかったりね、ボーンって。なのでマスターボリュームっていうのがあるのはちょっといいんじゃないでしょうか。ちょっとこれ使ってみないとわかんないですけどね。どうでしょうね。あとはおまけ機能かもしれないんですけど、曲の再生中に普通だったらこういうアルバム、ジャケット、こういった表示をされると思うんですけれども、この表示がなんかあのカセットテープがね回ってるような感じでの表示ができるモードが入ってるそうです。で、本体の作り込みに関しては、評価が高かった ZX300、これで使われた11の技術すべてを踏襲しているということです。で、ここも安心感がありますね。で、ただそれだけではなくて、部品単位で容量比をアップしていたり、まあ、一部のね、音マニアの方がわかるような、ちょっとパワーアップ、スケールアップをされてるっていうことも書かれてましたので、そのあたりも楽しみにされる方は多いんじゃないでしょうか。で、音の出力端子に関しては2つ、3.5mm の通常のアンバランス出力と、4.4mm、これソニー独自でしたっけ、統一規格でしたっけ、4.4mm のバランス出力、両方備えてるオーディオプレイヤーになります。で、気になる発売日なんですが、欧州だと11月に発売予定です。2019年11月。まあそれ以外、日本は発売日未定、価格も未定です。はぁ、やっぱ日本小さいよね。はい、といった感じで、今回はソニーの新しいウォークマン発表されたので、今わかってる内容の、簡単なお話させていただきました。ただね、すごく魅力的なオーディオプレイヤーなんじゃないかなと思います、今回。あ、そう、ちょっと待ってね、ちょっと抜けてた。ただなんかね、以前あった機能で、その ZX300 に入ってた機能で、抜いたね、機能が少しあるみたいで、その代表的なのが、Bluetooth レシーバー。これね、Bluetooth がなくなるとかじゃなくて、スマホで、こっち、デジタルオーディオプレイヤーを操作するような Bluetooth レシーバーなのかな？それがなくなるってことみたいですね。あとは、あ、DAC も、USB DAC も抜けるんだ。あのね、ZX300 って、例えばこれがポータブル DAC になるんですよ。こう置いておいて、Mac とかノートパソコンつなげて、こちらから音を出すと、そのオーディオプレイヤーの回路を使っていい音を出してくれるってものがあるんですけど、USB DAC 機能ってあったんですけど、それも廃止になったみたいです。なんでだろうね。なんか、中身の部品の仕様なのかな。これちょっとつけといて欲しかったんだけどね。ZX300 欲しいなって一時期思ってた時は、この機能があったから欲しかって思ったんだけど、なくなっちゃったんだね。はい、といったような感じで、ここで動画の方は終わりにしたいと思います。普段からこういったガジェット類、よくお話をするチャンネルになってますので、新しいもの好きな方は、ぜひ、チャンネル登録して、見ていただけるとありがたいです。はい、ではまた別の動画で、バイバイ。でもあれだよね、皆さん、今回私がこれ動画でこれ言ったから、ソニーの新しい ZX500、ウズ買うんじゃねえのってやっぱ思いますよね。はい、正直買いたいです。ただ、ちょっと、現実的な問題で、今月ですね、我が家の重要な家電、冷蔵庫がかなりちょっとね、傷んでるのがわかりまして、もう10年以上使ってる冷蔵庫なので、なので、その冷蔵庫を買おっかって話しちゃったんですよね、妻に。みんな冷蔵庫のお値段知ってる？そんな安くないよ。なので、無理だ。デジタルオーディオプレイヤーなんて買ってられないよ。